今日一テンション上がってる。花火が咲いた。へえ。いや何やってるんですか。カンガルーになっちゃってた、ごめん。天王寺動物園やから。いや天王寺動物園ありますけど、そこに、うん、ウルトラソウルでーす。どうもどうもです。本日は、本日は結構大阪を巡ろうかなと思って。大阪を巡る。でただ巡ってるだけじゃちょっと面白くないんで、はい、あのまあ、大阪の名所といえばいろいろあるんですけど、あべのハルカスとか USJ とか、うん、そういうとこじゃなくて、なるほど、あの誰もが知らない穴場スポット。穴場スポット、ほとんどの人が大好きなやつですね。いいですね、はい、その穴場スポットを巡っていこうかなと思いまして。穴を巡ろう、行こう。そうです、穴に入りたい。楽しんでいきましょう。行きましょう。行きましょう。初っ端からやばいね。まずは1箇所目、慶卓園でございます。はい、ということでですね、こちらが長野のおすすめスポット、はい、おすすめスポットでございます。キムタク園、はい、いや、キムタク園と言うべきでしょうか。ひときわ輝いておりますね。どうしようかな。あの僕はケイスケって言うんですけど、はい、弟タクミなんですよ。あ、昔からね、あの兄弟まとめてケイタクって言われてたんで、すごい親近感が湧きますね。らしいです。なるほど。中はどんな感じなのでしょうか。はい、はい、楽しみ、行ってくるぜ。イエス。入場料安すぎません、これ。あ、150万円。安い。安いですね。子供80円ってこれ取る必要ある？これだって150万円で作れないから、これ。確かに、ね、すごいですよ、こっちが。なかなか雰囲気ありますよ。めっちゃいいよ、俺好きよ。150万円で。めっちゃ好きです。じゃあ早速150万円を払っていきましょう。払いましょう。いつになったら150万円のくだりを。あんなとこあるの知らんかった。こちらチケットになります。はーい。ピー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 デーン。ではつい、待て、待て、これが有名なキムタク園です。キムタク園じゃないです、慶卓園。では福岡のキムタク行ってきます。よろしくお願いします。めっちゃいいっすよ、これピンとしてますね。そうか、うん、ちょっとあの福岡さん、あのあそこ の, あのウェディングベルっていうやつと、あそこの新しい新築のところ消しましょうか。消してもらってきていいですか。ぶっ壊してもらっていいですか。皆さん見ててください、はい、レンジマス。これ中野のスーパー編集で、これ消えますよ、これ。さあ消えました。素晴らしいイリュージョン。あれマンションだね、あれは。マンションか。お手洗いって聞いていいですか。どうぞ。早速のお手洗いです。早速です。早速です。撮影前に言っとけっていうの。どこで言わない。マイペースです。N 字間時間が流れてるから。 N 字間時間が流れてる、うん、多分大阪よりも沖縄とかの方が向いてると思う。沖縄行ったら多分めっちゃ適応すると思いますよ、うん、ただあの沖縄の人とも歯車が噛み合わず、あの孤立する可能性もありますけどね。あ、 N 島タイム沖縄タイムでこうパラドックスみたいな。行きましょう。いや、そう、僕は あんまり関西弁を喋らないことで有名な関西人です。めっちゃ関西弁だけど、ね、俺からしたらめっちゃ関西弁やけど。標準語ですよねってよく言われます。ちょっと待って、これ150円すごない？確かにね、癒されるね。年パスあるんかな。年パス欲しいですね。ね、これが、うん、え、何これ。アマツヤってあります。あ、いいよ、結構僕好きな感じよ、これ。入りましょう。誰がこれをアマツヤと呼べるでしょうか。これ、四つがって呼びますもん。ねえ、四つ、あ、四あ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 、韓国人の名前みたいな。絶対読めんで、絶対読めんで。すごい、すごい。パワー感じるね。命の輝きです。命の輝き。ご覧ください。これが内子さんのご先祖様の脳みそです。どういうことやねん。木彫り。木彫り。ご先祖様の脳みそを再現したらいい。どっちかっていうと心臓っぽいけどね。前世エイリアンやろ。俺が確かにあの僕の高校時代のあだ名エイリアンですけど。え、なんでなんかちょっとあの当時坊主で耳が尖ってて、まあ、ピッコロとかナメック星人から派生してエイリアンでした。目がでかかった。あ、なんかもうとりあえず宇宙人っぽいフォルムがなでがたい。この髪は在来種か。濃いめっちゃ重い。しかもめっちゃはみ出てる。水足りてんじゃない、足りてないんじゃない、うん、水足りてないで。もうちょい水深あるかなと思ったらめっちゃ浅くね。なんか足元注意って書いてる。
お水浴びするとこですね。おばさん。え、NGマさん絶対押したらダメですよ、これ。押すな、押すなじゃねえんだよ。これ、すっごい多分、ボッター出てこれ。どうす。え、あ、怖っ。あ、怖っ。MC で滑る。すごい。急にアスレチック始まりますよ。ちょっとあの寄り添ってさ。今日はどうする？今日うちから何叱られちゃう。いいじゃねえか。今日さ、今日です。いやダメだって帰らないと。あれワンチャンイボってるっつったら。イボってるって何？あ、イボってるって言わん？埋もる？埋もる？イボルってこれ博多弁か。どういう意味なんですか。イボル？ああいうなんか土にはまる的な。ああ、これは知らない。初めて。マジか。じゃあここ良くないですか。あ、すごい。なんか湿気ある王国かのごとく岩が湿気てる感じがまたいいな。湿気ある帝国や。帝国か。綺麗な緑の庭園からの。綺麗な男内駒圭介。問題です。このイントネーションはどれが正解でしょうか。姫子方ねじゃないか。まずあの姫子方ねじゃないからね。そうだね。姫子方ね。姫子方ね。まあでも日本的に言うなら姫子骨さんじゃないですか。素晴らしい。素晴らしい。姫子骨じゃないですか。姫子骨。姫子骨さん。どこ区切るかですよ、これ。あ、お笑い芸人的に言うと姫子骨。骨さんの。姫子さんとアフリカ人のコンビ姫子骨。行きましょう。何？雷で落ちたこの岩。かっこよくね。多分ここからあの主人公が誕生するんですよ。カナメイシーだよ。マコモちゃん、マコモちゃんがいる。マコモちゃんがいる。マコモちゃん？マコモちゃんって。え、あの鬼滅の刃のこれ今じゃないですか。ああ、その着るやつ。着るやつじゃないですかこれ。あ、そういうこと？うん。鬼滅通ってきてないから。あのサビトと一緒にね。クージャショー。ウロコドキさんのやつじゃん。誰もわからんかった。わからん。人空わからんかった。人空って何だよ。人空わからんかった。先空。人空わからんかった。それドクターストーンや。人空わからんかった。混沌としてます。人空別の話が進んでおります。混沌としてると思ってるのはコバさんだけです。混沌と混沌の間になんちゃらなんちゃらなんちゃら。これはイージー問題ですね。オガタマの木。オガタマの木だね。オガタマの木じゃない。オガタマの木。オガタマの木。うん。オガタさんじゃないよ。尾形さんではないです。尾形の木。どうでした感想。いや、なかなかね、あのすごい凛として、うん、パワースポット的な感じでしたね。癒されますね、うん、天王寺にこんなところがあったとは僕知らなかったので。古き良き日本の風景。ババン。すごいな。あ、絵になるよ。詐欺が止まってる。あれは、うん、あれは剥製ですか。ガチですか。そう、ゴールの場所やで。あ、取られてるわ。いつものとこ取られてるわ。もう事故。あっちしかないわ。あそこも取られてるやん。ちょ、どうしよう、どこしよう。ほな、帰ろさー。帰ろう。もうちょっと別の場所行くわ。もうめんどくさ。あれは赤いとこ行こう。赤いとこ行こう。電車で席がないときやんけ。あ、赤大好き。赤大好き。ツッコミワンテンポ遅い。遅すぎたね。こうやってでも鍛えられますから。今ちょっと修行中なんで。ツッコミで、ただ俺らツッコミないからさ、ほんとツッコミ上手くなってくれたらね。そうっすね。すごい助かる。動画が面白くなるかもしれない。いやでも都会の真ん中にこういう、うん、なんていうんですか、日本庭園みたいな。めっちゃいい景色じゃないですか。めっちゃいい景色じゃないですか。本当に喋ってましたよね。めっちゃいい景色じゃないですか。めっちゃいい景色っすね。ナガルの話よりもええ景色撮ろう。ナガル優しいな。ねえ、どう撮ろうこれ。落とさないでね。いや、気をつけます。めっちゃいいじゃないですか。通天閣登ったことある？ないっすよね。結構ないと言いました。この前あの大阪あるあるでね。大阪あるある。
じゃあ本日はこの池の水を全部抜きます。外来種退場。退場ってね、駆除駆除。さよなら。どこじゃねえこの野郎、あーっつって動画回って1秒後に飛んでいかれたんやけど、長野に撮ってんじゃねえよみたいなの投げ捨てたね、セリフね。あーっつって。これはこの人は金払え。完璧的なノリでしょうね。昼から飲むチコバと N 島さん。待って、俺が飲みたいって言ったみたいに見えるけど、 N 島さんだからね。 N さんだからね。おばさんすぐ飲みたからからさ、今日はもう付き合うことにしたよ。確信犯ですよ、ね、うん。え、すごい、これ90分飲み放題2800円安っ。へぇー、 KP スイーツみたいなビール、うまいわ本当にね。飲みやすい、小麦っぽいですね、うん、飲みやすい。いや、暑い時のビールはほんまにやばいっすよ、うん、ええ、早くね、視聴者の皆様ともオフ会的なことしたいですね。お酒飲んでる時は動画回しちゃダメだよ。ちょっと理不尽すぎません？いろいろなんか出ちゃうから。何が出ないか、リンクが出ちゃうトレイ言うた N さんじゃないですか。すぐ出ちゃう、すぐ出ちゃう。現金ですよね。現金です。だと思う。これやんな。あ、これです。どういうこか。はい、2個目です。グランフロント大阪に着きました。グランフロント青崎。イエーイ。今から滝行をします。やめてくれ。マジですか。やめてくれ、それだけは。で、今から何するの？通報される。今から、ちょっと研究施設というか、なんていうか、なんだろう、ちょっと面白いものがいっぱい置かれてる。研究施設？実験に僕ら使われるんですか？俺もっと悩ます。この体。やばいですね、ちょっと悪いの見つかるかな。人間ドック。では行きましょうか。行きましょう、えい、下行ってもうた、下行ってもうたんですけど、あの人カプチョ。 N さん、 N さん、やばいです、消えました。失踪した。どこや、ほんまに消えた。ほんまにおらんくなった。めっちゃおもろい。ちょっと探してきますわ。ちょうどいい。急に消えないでください。急に消えないです。ちょっとそこで待ってるんで。見つけてきました。捕まってる。全人類持ち込まれ。さっき走っちゃったから。うん。汗かいてないとこ。なんでこんな汗かいてんだ。で、着きました。ここっす、ね、うん。あ、ここ。ここ。ここっす。お。入場無料。入場無料。あれ持って帰っていいんですか。持って帰っていいっすよ。す DIY してるからね。今いけるか。どうや。アルコール。これでレコーディングできるのか。はいよ。はい。いくらぐらいだ。結構する、うん、これなんか絵本、え、そういうこと、こういうこと、どうなのよ、え、あ、水が出てきた。プロジェクションされてるんや。え、めくればめくるほどそうなの、そのシーンに合わせてなんじゃないですか、うん、そういうこと、ページの角から優しくめくってほしいね。キリ、飽きたわ。ほんとや、どういうこと、あんた何言うてんの。僕、岸優様。岸優様。の甲羅、かっこええな。どこまで進化する気ない。岸優様とヒヒになるんじゃないですか。え、岸優様とヒヒになるんじゃないですか、最後。まさか。僕、岸優様。やばいやばい。これ、めっちゃええやん。
さあ、まもなく開催いたします天王山頂上決戦ダンスダンスエボリューション大阪グランクフロント編でございます。ゲームしてますやん、N さん。いや、でも進むしかない。こっちはちょもろいな。牛乳を注ぐ人じゃないですか。あ、ラジオしいや、別にスカートの中を見たいわけじゃない。スカートの中を見たいわけじゃない。まあ、操作を思いましょう。やってしまったな、ね、やってしまったな。好きだね。え、いや、じゃあさっきの浄化装置のとこ行かなかったじゃん俺お前たちも浄化してもらえ、浄化しなかったね。あ、 N さんちゃんと牛乳なんか飲んで。 N さんうまいな、真面目だな、 N さん。面白い。あ、すごい。お、腕女よ。ちょっと胸元覗いちゃダメよ。ごめんなさい、ついつい癖がスケベ三人衆。ウルトラソウルになってる。ウルトラソウル。ありがとうございました。これってなんか、それもっと言いますか、まあ、一応この会社さんは、うん、あのイチゴの栽培をちょっと目的にっていうことでやっていらっしゃるので、他のその果物とかで再現性があるかっていうのはちょっとわからないんですけど、なるほど、うん、一応そのイチゴが適切に育つように、うん、例えば肥料だったりとか、うん、あとは湿度、温度っていうところも、うん、あの調整しながら、あのこういった完全にビルの一室ですね、ここでも、うん、あのちゃんとイチゴが育つように、いちご栽培しようとしました。いちご栽培しようとしました。いちご栽培しようとやばいです、すごっ、すごいですね。じゃあ穴場スポット2軒目ザ・ラボっていうところに行ってきたんですよ。感じ、はい、すごいダンスダンスレボリューションなんて僕らからすると一昔前ですけどそれ以外はもうだいぶ、はい、近未来でしたね。新しい発想が生まれそうな場所です、うん、なんかお子様とかもね、あの絵本のやつとか好きそうやし、うん、ね、面白かった、うん、ぜひいちごは食べないでください。いちご食べたらダメだから美味しそうだけどじゃあ次3軒目行ってみましょうか。チェキナオ。イエス、イエス。さあ3軒目に。何、長田さ、今気づいたんだけどさ、はい、なんかペンキ塗り作業でもしたの。ああ、これは新しく買った靴なんですよ。え、ペンキ塗り作業でもした。色あ、ちょっとね、あのバイトで。頑張ってバイトしてたな、うん、早く登録者数1000人超えよ。ニッカポッカ履いてるんですか。ニッカ、ニッカポッカです。ちゃんとあの収益化しよう、早く流れのためにも。皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。あ、チャンネル登録何が何でもチャンネル登録つなげようとするやん。それしかないよね。そうや、それが意味あるんせやで。それが意味あるんです。せやで、やる意味あるんですか。そういうのと言わず1万人や1万人行きたい。まだ1万人とか行ったらなんかイベントしたいですね、うん、それはできますね、うん、ぜひ。はい、というわけでここ風の広場でございます。風が聞こえるね、風の音が。風が、風の谷の内小場。この景色見ながらこれ勝ったねってやつ。どっち取ればいいねん。俺がボケようとしてもスルーするんですよ。しょうがないボケだから大丈夫ですやめてあげて。しょうがないボケだから。ちょっと見ますか、こちら。はい、景色が、まだ上あるね、おっと雨、ね、まだもうちょっと上があるんですよ。こちらが景色です。空いたら多分ほら、あ、落ちる。ダメだな、ダメだしちゃう。アイキャンフライな人が増えちゃうから。いろいろできてきてますね、向きでも。まだ開発中ですからね。そう、なんか2023年か4年か、うん、ま、万博に向けてなんか作ってるみたいな聞いたんですけど、ごめんなさい、ちょっと調べてください、視聴者さん。結構つくんだろうな多分。だからこれ2時間残ってますよ。そうだよ、階段伏見なりたい。俺らみたいですね。大阪駅の1階から登ってますよ。売れたくてもなかなか頂上に行けないウルトラソウルみたいな。もう頂上に行けると思いますよ。伏見なりたいじゃん。お願いします。売れた、売れた、いよいよ、うん、あー、コバさんが落ちた。あー、あー、あー、落ちとらん、お前ここが頂上ですか。こちら頂上でございます。やっとこんな感じです。終わっちゃうでは農園があります。農園が、わあ、ぶどう、ぶどうだ、ぶどう。あ、ワイン作ります。これ絶対食うやつおるよ。ねえ、手伸ばしたら食えそうです。絶対取るやつおるやん、これ。そうだ、あ、あ、え、
え、可愛がってるだけじゃん。こんな感じ、高いところに農園があって、こういうめっちゃお肉のいい匂いがするんです。そうっす、めっちゃ肉、農園も素晴らしいんだけど、お肉の匂いでもう頭の中肉なのよ。これ何ですか？ご飯食べることしか考えない。釣りですか？下に降りてお肉のお店があると、そういう匂わせです。あれじゃないですか、もしかしたらそこのお店の野菜は全部ここから来る。そうかもしれませんね。素晴らしいですね。あ、これ抜いたら赤いの。あ、そうだ、シルクスイート、芋だらけかな、もしかしたら。メロンコロタンってあるんですか？メロン？メロンあります。本当？メロン、メロン？メロンだな。メロンコロタンだ。かぼちゃ。かぼちゃ。ナス。ナス。あ、紫の葉っぱが綺麗ですね。葉っぱじゃ。レタス。唐辛子。うん、枝豆。ゴーヤとかですね。梅田にこんな場所があったのかっていう。すごいね。なんかこんな感じだとどこにでも行っていけそうですね。そうですね、うん、しかもここみんな忘れてるけど、うん、駅の一番上ですよ。駅の真上に農園がある。JR の駅のウルトラソウル農園しましょうか。ウルトラソウルですね、うん、ダッシュ村的な。ウルトラソウル農園、島買います。時を目指せ。 YouTube の登録者数が増えまくったら島を買いましょう。はい、村作りましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。コアさんそこで住み込みで働くんで。はい、というわけで海遊館、海遊館ではなく天保山マーケットブレスに着きました。海遊館じゃないの？海遊館じゃないんですよ。男3人で水族館ちょっと辛いもんな。そう、うん、それもありますし時間もね、あれなんで。時間もあるので、はい、さあ目的は、さあこっから飲み食い行きましょう。やった、やった、一番好きなやつ。波屋食いしん坊横丁っていう。待ってましたよ、ね、さっきの展望台すっごい肉のいい匂いしてたからね。肉食いたくなりますね。肉いね、肉いセリフを書く。肉いで三菱。自由券ナンバーじゃない？結構いろいろあるんです、うん、これもナンバーにあるな。コロナの風邪を受けて抹消されてることがありますわ。切ない、切ないな。ここが昭和の街を再現したフードコートかな。昭和の街再現してる、再現してるんですよ。そう、その中、その中です。行きましょう。なるほど、行きましょう。ご飯食べましょう。じゃあまずはケンタッキー。よし、ケンタッキーKFC、 コバが振られたチャンス。彼女募集中。ヨーロピック。あ、すごいな。行きましょう。どうした？何する？どうした？急にスイッチ入った。急に。また急にスイッチ。あれ。前から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 。 N 島叩きです。 N 島叩き高すぎて叩けんやろ。なにわ名物 N 島叩き。ありがとめねえ。じゃあコマさん止めに行って。また来てねって言って。あの絶対絶対コマさんもあれで、あの釣られてやっちゃダメですよ。え、絶対釣られてやったから。あの人ずっと見てるから。絶対絶対釣られてあたかで、ね、止めに行って。来ちゃった来ちゃったよ。また来ちゃったよ。来ちゃったよ。いやいや、流れも釣られてやったらダメだよ。いや、何やってんすか。いやいや、絶対ない、絶対ない、そんな。そんなないでしょ。いや、やっちゃダメだって流れ。お腹減ったから行こう。行きましょうか。おい。すごいね、本当に昭和だね。さあ、昭和の街が再現されてる。この子さ、今何歳だろうね。この子今何歳だろうね。N さんって本当にいつも誰かが喋り出す。この話し出す。何歳だろうね。すごいね。いや、気になったものはもうすぐ発散しとかないとね。はい。チヂミやってる。チヂミ。
マグロ。この前食べれなかった海鮮丼ありますよ。この前海鮮丼以上のものを食いましたからね。そうでしたね。あの、あれですか、見に行った時の。そう、あれ美味しそうでしたもんね。うまかった、あれはうまかったよ。ジャンジュ、うん、大阪ニコニコあん、うどんとかね、うん、肉吸いとかありますよ。肉吸いって大阪名物だね。大阪名物ですよ。あ、電話があるね。お前も自由だ。取れちゃったよ。あ、お前も自由だ。やばいです、食いしん坊よくてもシャッターからね。やばいです、やっぱコロナってすごいですね、うん、こうやって食いしん坊横丁の中ですらこうやってシャッター街ができるという。あ、これあえてのシャッター街です。これあえて儲かってまっかいよプロジェクションマッピ、じゃあトリックアートか。トリックアート、これとか開いたらどうなんだよ。ん、何かが起きるか。あかんわい、あかん、あかんわい、なんかあかん、あかん、何行く。ギミックがいっぱいあるんですね。ん、楽しいな。すごいね、本当に雰囲気はありますね。占いがある。うん。思いかスペシャル、どうですか。カタタタ明太子。え、これここで買えるの。ここか。じゃない。中であるの。いろいろ。あ、ごて焼きや。お客さん、楽しんでますか。お客さん、楽しんでますか。座ったらなるんですよ、これ。座ったらなる、なんか。お客さん、楽しんでますか。松岡、シューゾネットミームや。知ってます。シューゾーってネットミームですよ。暑い時のやつ。なんかヤバそうなやつあるんですけど。え、まさかこれ大丈夫。そう、まさか、いやー、そんなまさかね。これこれどうなんですか。触ったらあかんみたいな。おお、光った。ガチやん。え、びっくりした。こっちはガチやん。ガチ短く。そんな、え、そんなビリビリきます。ほら来るわ。うまい。食べていいかな。食べていいですよ。ということで自由権に来ました。はい、これ混ぜるのかな。これ混ぜて。なるほど。これ結構有名ですよね、自由権の。混ぜないところで、これも穴場料理です。確かに、ね、混ぜないで。このソース、あ、結構スパイスの効いた、うん、なんかこれハンバーグは混ぜながら食った方が美味しいって言ってたんで、うん、ハンバーグのソースをこう混ぜながら、うん、まあ、うん、デミグラス。いよいよ卵割りました。あ、峰島さん、はい、混ぜちゃって卵割りました。いよいよこれがスタンダードな食い方。そうです。あ、うん、なんか食べやすくなりました。マジで味がちょっとピリッとしてたのが卵が、うん、まろやかね、うん、本当に。僕も食べます。ハンバーグうまいわ。うまい、ハンバーグ。ここあれですね、日本一低い山って言われてる。これ山なの。山です、これ。本当なんです、ここ。本当。はい、これなんか雷落ちたらなんかタイムスリップとしない。平井心バババババタグウォーティもうあのバックトゥザフューチャーの未来を超えちゃったから。またバックトゥザフューチャー。そう、2015年、2015年ももう7年前ですよ。やばいね。でもまだ車空飛んでないよ。頂上でございます。本当。はい、見てください。頂上に来ました。編集お願いします。
4.53メートル。日本一低い山です。え、富士山が3000何かとかかな。はい、そうです、3000メートル。全然、俺ね、富士山登ったことあるんですよ、うん、日本一高い山と日本一低い山を登った男です。ああ、素晴らしい。本当だ、本当だ、名実ともにだ。余裕やな。素晴らしい。余裕や。だけで大阪穴場巡りですか。力玉に爆撃します。あ、すいません。何やってるんですか。喋り出したら歌うよね、なんかね。喋り出したら何かしだすよね。どうも、ウルトラソウルです。笑いを取りに来てる。本日はですね、大阪穴場スポット巡りということで、近いんや。近いとバレるんや、いろいろ。男じゃないってバレるんや。え。さあ、ということで、はい、本日は大阪穴場巡りをしてきたわけです。はい、はいはい、結構いろんなとこ回りましたよね。そうね、うん、コンパクトにね、あちこち行きましたね。天王寺から梅田行って、大阪港、回りましたけども、まあまだね、今日はちょっと諸事情でスケジュールがキュッとなっちゃったんでね、紹介できてないところも、たくさんありますね。長るが調査してくれたところで、そうらしいです、まあ、なのでまた第2弾、第3弾あるかもしれませんし、まあいろいろ大阪の素晴らしいところをね、はい、お伝えできたら、はい、やりたいですね。まだまだ5万でございますから。まだ、しかも海遊館にも入ってないしね。入ってないです、うん、前で写真、いや動画撮ってるだけなんで。あまりスタンダードというかポピュラーじゃないところを攻めましたから、ね、有名どころには行かないっていう縛りなんで。そう、ね、全然有名じゃないところを攻めていったのに、うん、一番最後に超絶有名なとこ来てるっていう、ね、なのに中には入らない。そう、まあ、それもウルトラソウルらしいんではないでしょうか。撮影スポットもございますよ。そうね、中に入らなくて。そう、だからお金使わんでも遊べるってことですね。だから海遊館来ましたっていうインスタ映えしたい写真撮りたい人は来てもらってます。だって今日飲食抜いたらあれですもんね、地下鉄の1日乗車券と慶卓園さんの150円しか使ってないですもんね。そうだよ、つまり1000円で。そうですね、今日1日回ってますから1000円でも実質無料ですよ、本当に。そうですね、もう移動費だけなんで、はい、ほぼほぼ最高です。まあ、なのでこうやってリーズナブルに大阪を楽しんでみましたよということでした。はい、はい、ありがとうございました。チェックイン、バイ。